韓コンビ爆誕も韓国粉砕民事の相手にならない。韓国では日韓比較論が噴出。バイエルン所属の韓国代表 DF キムミンジェとの比較に様々な意見が上がっている。伊藤のバイエルン移籍報道は韓国国内で後ろ向きに受け止められている模様。韓国メディア FM コリアのネット掲示板では伊藤よりキムミンジェの方が上、伊藤はキムミンジェからポジションを奪えない、キムミンジェの競争相手にならないといった声が沸き起こっている。ミンジェより確実に伊藤の方がいいでしょ。正直 CL のミンジェは擁護不可だったし補強するのは確定だったけど、伊藤なんだな、同じ分ですだし、ミンジェと同じ鉄は不満だろ。ミンジェはイタリアでは活躍してたみたいだったけど、ブンデスや CL だとダメだった。伊藤はブンデスでの活躍は計算できるから CL でどうなるかが勝負。伊藤ヨーテル獲得ならミンジェは放出やろな。韓国さんご自慢の S 級スター一人減るでう。伊藤博樹がバイエルンってことは、キムミンジェとアジア人 CB コンビの誕生か？どうせならバイエルンでアジア人が鉄壁守備するとこみたいよ。こんな共演は今後なさそう。ミンジェ、ウパメカノ、ダイアーってユナイテッドで言うところのマグワヤ、リンデロフ、エヴァンス並みのグロさだったって聞いたことある。スタメンは伊藤はスタメンはほぼ確約だろうね。伊藤博樹バイエルンはエグすぎ。ミンジェ対談に追いやってくれ、何もしなくても対談してそう。バイエルンはどのポジションで使いたくて伊藤のこと取ったんだろ。